ーという AI 画像専用の投稿サイトがあるじゃない。ありますね。ちなみに途中から画像生成機能も加わって、今では画像生成もこのサイトの中でできますね。便利なサイトだよね。サイト内で画像生成してそのまま投稿もできるし、私も普段からチチプイを利用しているんだけど、今日はそんなチチプイをもっと便利にする方法があると聞いてやってきたよ。気になりますか？じゃあ早速始めていきましょうか。今日の動画はステーブルディフュージョンなどの画像生成 AI に触れている人であれば利用したことがあるであろうチチプイについての動画です。今日の動画ではそのチチプイを画像生成者としての観点から活用していくための3つの方法について紹介していくので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。まずは簡単にチチプイの概要をお伝えします。チチプイとは AI 画像専用の投稿サイトであり、サイト内に画像生成機能も備わっています。そのため画像生成を行うためのツールがなくてもサイト内で画像生成を行うこともできます。最近イメージ2イメージによる画像生成も追加され、チチプイの画像生成機能を用いた画像限定とはなりますが、イメージ2イメージによる画像生成も可能です。画像生成にはプイと呼ばれるサイト内通貨のようなものが必要ですが、時折やっているイベントなどに参加することでゲットできるので、私自身はプイの不足に悩んだことはありません。チチプイで画像生成をたくさんする人の場合、プイを購入することも可能なので、大量に利用する場合は課金する必要もあるかもしれません。ただ最初から付与されている量でも十分に画像生成は行えるので、まずは無料で試してみても良いでしょう。他にこの画像生成機能に関する機能としてプロンプト探索と呼ばれる機能があり、これでチチプイで作成された画像のプロンプトを参照することが可能です。プロンプトを引用しての作成もできるので、画像生成初心者の方はここから試してみても良いかもしれません。利用できるモデルもたくさんあるので試しがいはありますよ。そしてチチプイといえば画像投稿ですが、プロンプトや生成時に利用したパラメーターを公開することもできます。ステーブルディフュージョンなどで画像生成をしている人はこの特性を利用してプロンプトのメモ置き場代わりに使われている方も多いのではないでしょうか。私自身はチチプイを利用し始めた頃から結構この使い方をしていて、今でも残しておきたいプロンプトやパラメーターなどはチチプイにアップロードして残しています。概要についてはざっくりとですが以上となります。というわけで本題です。まずは私はチチプイをプロンプト置き場として利用していると話しましたが、チチプイに置いたプロンプトは簡単にステーブルディフュージョンウェブ UI でも再利用したいですよね。再利用したいけど、チチプイに元からついているプロンプトコピー機能はプロンプトとネガティブプロンプトをまとめてコピーできなかったりして、ステーブルディフュージョンウェブ UI で利用するにはちょっと面倒なんだよね。そういう人にはプイコピーというクローム拡張機能がおすすめです。このクローム拡張機能をインストールしてチチプイにアクセスすると、生成情報をコピーというボタンが表示されます。このボタンを押すことでプロンプトからシード値などのパラメーターまでインフォテキスト形式でクリップボードにコピーされます。あとはこれをステーブルディフュージョンウェブ UI のプロンプト欄に貼り付けて、こちらのボタンを押せば、おお、簡単に生成情報をコピーできたね。残念ながら画像サイズ情報などはコピーできませんが、それでも入力の手間が省けて便利になるのではないでしょうか。私は実際過去に挙げた画像と同じ設定で生成したい時などはチチプイからこの方法でプロンプトをコピーして生成したりしています。確かに動画作成時の検証などでもこの方法は利用しているね。 Chrome 拡張機能の URL は概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。チチプイに画像をプロンプトメモがてら挙げておいて参照するというのは便利そうだけど、チチプイってページ移動がしづらいって前に X で投稿していなかったっけ？そうなんですよね。チチプイのページャーはページ数が増えた場合に特定のページに移動するのが非常に大変になり、そういった面からの使いにくさを感じていて、一時期はプロンプトのメモ置き場としての使い勝手が悪くなっていました。しかし
この乳プイのページ移動を楽にするために Chrome 拡張機能が出ていたので、そちらを導入したところ、かなり使いやすくなったので、2つ目はこちらを紹介します。また Chrome 拡張機能なんだね。名前は乳プイページャーといって、こちらを Chrome 拡張機能としてインストールすることで、このように全てのページへの移動がワンクリックで行えるようになります。またそれだけではなく、拡張機能のオプションというところから、ポップアップ表示を有効にするというところにチェックをつけることで、ページャーにマウスを重ねることで、そのページに存在する画像タイトルの一覧とその画像自体へのリンクが表示できます。お、ということはいきなり見てみたい画像に飛べるということ？そういうことです。ただ当然ながら画像タイトルしか表示されないので、例えば別のユーザーのページャーから好みの画像に一発で飛ぶというのは難しいでしょう。とはいえ、この拡張機能、乳プイのページャーがある機能については全てのページボタンが表示されるんだよね。ということは、フォローしている画像生成者さんのページで好みの画像を見つけるときとかにも使えるよね。そういうことはできますね。あくまでタイトルまでしか表示されませんが、乳プイのユーザーページからそのユーザーの全ての画像ページへ一度に飛べることになるので便利かとは思います。私は自分の生成した画像を探しやすくする目的でこの機能を使っていましたが、確かに画像を探す目的でも役立ちそうな機能ですね。うん、そういう観点からも使えそう。ぜひ皆さんも利用してみてね。こちらも URL は概要欄に貼っておきますね。乳プイをプロンプト置き場として利用していると伝えましたが、乳プイに載せた画像データ自体も結構引用する際に便利だったりします。画像を引用？私はミッドジャーニーでも画像生成をする時があるのですが、ミッドジャーニーでキャラクターレファレンスのように画像ファイルを読み込ませて画像生成を行う際、乳プイの画像ファイルの URL を貼り付けてそのまま作成したりしています。なるほど、画像ファイルの URL 自体をそのまま貼っても使えるんだね。はい、ミッドジャーニーでキャラクターレファレンスの使い方を調べたりすると、Discord の DM 欄に画像をアップロードして使う方法が紹介されていることが多いですが、要は画像ファイルの URL であれば何でも良いので、私の場合画像置き場としても利用している乳プイをそのまま利用させてもらっています。なるほどね、そういう使い方もできるんだね。というわけで、今回は乳プイ活用方法3選として、画像生成を利用している観点から乳プイを便利に活用する方法について3つ紹介していきました。 AI 画像投稿サイトや画像生成機能を使うためのサイトという印象があるけど、画像生成を利用している人から見ればまたちょっと違った活用方法があるんだなと勉強になったよ。乳プイはプロンプトを公開できる点、そしてウェブサービスとしての性質上、インターネット環境があればどこからでもそのプロンプトやパラメーターを参照できる点はやはり便利だなと思いますね。私自身はズボラな性格なので、こうやってインターネット経由でどこからでもアクセスできるというのは楽で良いです。プロンプトやパラメーターだけでなく、利用したモデル情報や他の生成情報なども一緒に保存できるようになったらもっと最高だね。それは良いですね。そしたらもっと乳プイに画像を上げてしまうと思います。本日は乳プイについて紹介していきました。こちらのチャンネルでは今回のように画像生成 AI に関する情報を日々投稿しています。面白いと思っていただけたら、チャンネル登録や高評価も押していただけると励みになります。それでは今日はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。